エミリン、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 チャンネルさあ始まるよ。イエイ。こんにちは、エミリンこともつエミです。さあ、今日なんですけれども。今私ね、イベントの後でね、ヘアセットしてもらったのがちょっとずつ崩れてきて、なんとも言えないみたいな絶妙な状況でもあるんですけれども、それ一回気にしないでいただいて、イベントで帰ってきて、今日はちょっとゆっくりしようと思っていたんですけれども、家に帰ってきたら、こちらの段ボールが届いておりました。ディズニーで先日開放で企画したやつの荷物が今日届いたんです。わーい。はい、というわけで至急大開封の儀を進めていこうと思います。今回はね、リーナ・ベリちゃんとポール&ジョーのコラボのグッズが欲しくって、グッズ発売日当日に向かったので、もうほんとグッズを買うためにあの日私はディズニーシーに行ったので、いつも以上に思い入れがあるかもしれないです。すごく嬉しい。あ、とりあえずなんかテンション上がって耳つけてやろうと思って、エルサのミッキーの耳つけてます。これ香港で買ったんだけど、これ撮ってるの5月なんだけど、まだその日本のアナ雪エリアも行けてないし、香港のアナ雪エリアも行けてないから、なんとなく出番がないまま今日まで来ちゃったから、ちょっとつけてみたくてつけてます。早く行きたい。ファンタジースプリングスも早く行きたいし、あと香港のアナ雪エリアも本当に行きたい。香港のアナ雪エリアはもうアナ雪だけで一つのエリアだから、本当にアレンデールがあるみたいな感じの感覚になるらしくって、私もアレンデールに行きたいよ。ちょっと今年中に香港ディズニーランドは行こうと個人的に思っています。あと上海ディズニーランドも行きたいの。あのズートピアのエリアが可愛すぎて本当に行きたい。誰か連れてってくれませんか。でもと同時にね、やっぱり私はせっかくディズニーランドに行くんだったらお話がしたいので、ディズニーキャラクターたちと、せっかく海外までさ、お金と時間をかけて行くんだったら、もうちょっと英語が上達して喋れるようになってから行きたいなと思うんだけど、私が本当にちょっと英語が下手すぎて、英語音痴すぎて、理解力がなかさすぎて、全然英語の上達が進まないっていう現状。ただね、本当にね、なんかネイティブキャンプの先生が本当に優しくて丁寧でいい人すぎて、教え方とか本当に優しくて分かりやすく教えてくれるのに、全然その喋れないってことに最近なんか憤りともどかしさをすごい感じるようになってきました。語学学習って難しいね。語学学習で合ってる？でも漢字で書いた時でさ、語学学習だったら学学ってなるけど合ってるのかな？語学習？それも変だもんね。ちょっとわかんない。語学の勉強っていう言い方にしようかな。語学の勉強って難しいね。はい、いきます。開けます。いや、とりあえずちょっと新商品っぽいやつからいきますね。これもうマジで一目惚れで絶対買おうと思ったやつなんですけれども、リトルグリーンマンの、リトルグリーンマンのパッチンです。もう今やもうディズニーリゾートの名物と言っても過言ではないリトルグリーンマンなんですけども、これがパッチンになってて、こちらです。じゃじゃん。で、裏から見るとこんな感じで、あのリトルグリーンマンってチョコレート味、カスタード味、いちご味なんですけれども、この3つの色になってます、パッチンの部分が。かわいい。なんかそういうさ、ちょっとしたこだわりみたいなのがね、やっぱね、素敵ですね、ディズニーさんは。こういう感じとかで、カチューシャにプラスアルファってつけたりとかもできるし、すごいいいなと思って買いました。あ、そう、あと、今回のお土産買ったテーマとして、私結構ディズニーに頻繁に行くので、視聴者の方とかから、ディズニーランドでお土産買うとしたら何がいいと思いますかとか、今までいろんなお土産買ってきてると思うんですけれども、結局、何がおすすめですかとか、ディズニーのお土産のあれもよく聞かれるので、自分が買いたい新グッズも紹介しつつ、このお土産良かったよっていうのの紹介も一緒にしようと思ってます。だからとりあえずまずは新グッズをある程度紹介してからにしようかな。これ多分ね、新しいやつだと思うんですけれども、キュービックチョコレートクランチミニ。チョコレートめっこちゃん大好きなんであげようと思って買いました。ちょっと夏だから溶けちゃうかもしれないので早めにね送ろうと思うんですけれども、かわいい。これドナルドと、てかドナルドじゃないんですよね。ドナルドですよね、多分。かわいい、このドナルドめっちゃ怒ってます。ガーッ、バッ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 ってなってて、チップとデリが、何か怒ってる、僕たちは楽しもうみたいな感じでめっちゃかわいい。続きまして。これさ、前回さ、私さ、あのディズニーのフィギュアを買ったんですよ、パレードの。ハーモニー・イン・カラーって私がすごい好きなパレードがあるんですけれども、それのフィギュア、なんか欲しかったやつ買いましたって言って3台買ったんですけれども、追加購入しました。やっぱ買うのはこちら、ティンカーベルです。パレードのフロートなので、フロートに順番があって、一番最初に誰から来るって言ったら、そのティンカーベルが来てみんなにこうやって魔法をかけてくれるところからこのパレードが始まるので、やっぱ結局これはいるなと思って追加購入しました。だから今私ね、寝室にフィギュア置いてるんだけど、もう寝室といえば毎日パレードが行われてるっていう状態になってます。ちょっと写真貼っとくね。こんな感じで毎日寝室でパレードが行われてるっていうハッピーな状況になってます。イエーイ。これは多分新しくはないんだけど、私が買ったことなかったやつで、私綿棒超おすすめなんですよ、お土産とかで。結構喜ばれることが多くて、いろんな種類の綿棒があって、今までベイマックスとかミッキーとかミニーとかいろんなやつを買ってきたんですけれども、今回プーさんにしました。本当にね、綿棒喜んでもらえます。使えるし可愛いし、個包装の綿棒なのでこんな感じで、その差別化ができるんですよね。一般の
お家にある綿棒ってこんな個包装になってる綿棒があんまりないと思うから、お化粧用とか旅行用とかにちょっと持ち歩いてもらう時とかに、ここの部分もしっかりプーさんの柄とかが入ってるから可愛いっていう、持ち運びもしやすいっていうので、友達とかにあげて結構喜んでもらえるお土産高確率で、結構綿棒とか日用品で消耗品だけど可愛いみたいなやつは喜んでもらえる傾向にあります。続きます。あ、これもね割と最近出たやつなんですけれども、キーチェーンです。このなんかミッキーのクッキーのキーチェーンなんですけれども、これがめちゃくちゃいいなと思うポイントは、めっちゃくちゃ軽い。私最近ね、キーホルダーに重みがあるものを持ち歩くのが、自分の持ち物がすごく少し重くなっているように感じてしまうっていう変な理由からちょっと嫌になってきた時期なんですよ。ただこのキーチェーン、多分今まで持ったキーホルダーの中で一番軽いのではってぐらい軽い。1番はちょっと持ってるかもしれないけど、1、2を争う軽さなのではってぐらい軽くて、これをつけたとてなんか重さが足される感じが全然ないんですよね。わかんない、この軽さ、もうこの軽さがいいと思って。で、あとね、すごいいいのがこのクッキーをよく見ていただくと、この隠れミッキーチョコチップがね入ってるの、ここほら、こういうところが好き。こういうところが本当に大好きだし、ありがとうっていう気持ちになるし、こういう優しさというかサービス精神じゃないですか。こんなやらなくていいのにこれをプラスアルファでちょっとやってくれるっていう、その優しさが見えるから、私はこうやってオリエンタルランドのグッズが欲しくなるし、もっとオリエンタルランドに課金したいって思える。なんか信者みたいなこと言ってるよね今私ね。でも本当にそう思えるからありがとうって思います。そういうね、隠れミッキーとかさ、気づく人は気づく、ちょっと小ネタみたいな挟んでくれたりとかするんですよ、ディズニーさん。本当にありがとう。次いきます。あ、次もね、これね、新グッズなんですけれども、超可愛い、これマジで可愛い、リアルのタンブラーです。これからの時期ね、冷たいものとかを入れてね、キンキンに冷やして飲めるんですけれども、すっごい涼しそう。マリエルがいてくれるし、こっち側に行くと海の仲間たちがこんな感じですごいさあれしてくれるから、もうきっとすごい美味しい飲み物が飲めるだろうなと思って、これはもうグッズ発売が決まった瞬間から、はい買いますみたいな、買うことが最初から決まっていたと言っても過言ではない商品です。はい、可愛い。なんでアリエルってこんな可愛いの？もうわかんない私、難しい。はい、次いきます。これもねちょっと最近出たやつなんですけれども、1回目我慢して2回目やっぱり可愛いから買っちゃおうと思って買いました。これは、ディズニーランドの電柱的なやつですね。超可愛い。これ何に使うのっていうあれなんですけれども、こんな感じでねケーブルを縛ったりとかもできるし、あとなんかこの子が喋ってて、お好きな形に変形させて飾ってもって書いてる。可愛すぎる。字が持っちゃってる感じが超可愛い。旅行とかの時にやっぱケーブル結ばないとカバンの中ぐちゃぐちゃになっちゃうから結構使うので、まぁ、ちょっと新たに使わせていただこうと考えております。はい、続きまして、ケーブルつながりで旅行とかさ、まあ旅行じゃなくてもだけど、大人数の会議とかだとさ、みんなが充電器とかしてる時にさ、これ誰の充電器って分かりにくくなっちゃったりとかする時用の、充電器に自分のだよみたいな感じでくっつけることのできるフィギュアです。でしかもこれすごい可愛くて、クレーンで吊られてるの、よく見るとこういう感じで、ほらクレーンで吊られてる瞬間のリトルクリーメンだから、でももうすぐこのままクレーンでわーってなるところだと思う。可愛い。ちょっとこの辺は後で紹介しようかな。こっちを紹介したい。多分こっちに私がそのこのグッズを買いに行くためにディズニーシーで行ったんですっていうものの全てが入っていると思うので、こちらをちょっと先に開けさせていただけて存じらしてございます。いやー、もう私さ、本当はそのグッズ買いに行く時に直接店舗に入りたかったんだけど、新グッズが発売されると最近ショップに入るためにはスタンバイパスが必要で、スタンバイパスが取れなかったら入れないっていう感じなんですよ。で、私ショップに入りたかったけど、ショップに入るためのスタンバイパスは取れなかったから実物をまだ見てなくて、あ、ただその入園するとオンラインショッピングする権利は得ることができるので、そのオンラインショッピングで写真でしかまだ物を見ていないっていう状態なので、すっごい楽しみ。かわいい。ちょっと一回閉めていい？ちょっとかわいすぎる。待って、かわいい、めっちゃかわいい、かわいい。てかさ、私普通にさ、ポール&ジョーとさ、ディズニーのキャラクター誰かがコラボするって言ったけどもさ、やったディズニーコラボってさ、なってめっちゃ欲しくなるのにさ、今回リーナベルちゃんコラボですよ。推しキャラと自分が使ってる化粧品のコラボってなんかすごい嬉しい。なんかダッフィー&フレンズとかでもなくて、リーナベルちゃん。リーナベルちゃん単体っていう。尊くてため息って感じ。ちょっと可愛いから順番に紹介させてください。一つ目こちらです。はい、こちらね、ミニトートバッグとなっております。なんか世界観が合ってますよね。なんか変な感じする。ポール&ジョーのよく見る世界観の中にダッフィーのタグがついていて、このリーナベルちゃんがいるって、いらっしゃるって、もうかわいい。絶対これ持ってパーク行く。
私絶対これ持ってパーク行くからね、この夏。これに水筒とか入れてちょっと手持ちバッグにして、絶対この夏も一緒に頑張ろうね。かわいすぎ。ミリカもちょっと待って、はい、頑張ります。続けまして、こちらかわいい、デカめの弟バッグです。これも絶対これ持ってパーク行く、私決めた。絶対これ持ってパーク行く。トートバッグこうやって持って、手持ちでこうやって持って、これでボーナスパーク行こう。もう可愛すぎる。これのね、可愛いポイントとしては、まあ、柄とかは同じなんですけれども、ちょっとデカめっていうので肩からかけれるっていうのがありがたいなっていうのと、ここにキーホルダーがついてるんです。可愛いリナベルちゃんの顔が見えてて、裏にはしっかりとね、ロゴが入ってます。ロゴが入ってることにより、なんかよりコラボレーションだなみたいな気持ちになりますよね。はい、もうとにかくもう可愛いです。とにもかくにも可愛いです。なんかもういろいろと言いたいことはあるけど、私から言いたいことは結局何ですかって言ったら、もうとにもかくにも可愛いってことしか言えない。もう辛い、辛いけど否めないって感じ。可愛いということだけは。あ、続きまして、これもめっちゃ可愛いじゃん。なんか私さ、あまりのテンションが上がりすぎてさ、ちょっとおかしくなったのか、今回のこの種類のグッズ全部買ったんですよ。これはね、柄は同じだし、このついてるキーホルダーも同じなんですけれども、なんて言うんでしたっけ、かけれるバッグです。かわいすぎる。もうため息出る、かわいくて。マジかわいさって時に罪。ちょっと熱いもん今、すごいアドレナリンと気温が上がってる今。かわいい。待って、こうでさ、こうでさ、あ、今年これでパーク行くんだ私。こうでこうでこうだ。やばいじゃん、私マジでなんかリーナベルおばさんとかあだ名つけられそう。ねえ、かわいすぎる。ちょっとかわいすぎるよこんな。リーナベルちゃん、リナベちゃん。続きまして、こちらかわいいミニタオル、両方の色買っちゃいました。紫とピンクがあって、これもすごいかわいいから、ちょっと開けてみて、どっちも見せようね。うわ、素敵ね。私普段ハンカチ持ち歩く習性ないけど、持ち歩くはこれは可愛いからもう持ちたくなってしまう。ねえ、これはね、色をめっちゃ迷ってどっちかにしようと思ったんだけど、結局可愛すぎてどっちも買っちゃいました。これ結構選ぶのあれじゃない？みんなピンクと紫どっち派ですか？ちょっと教えてください。はい、たくさんお手手拭かせていただきます。でもリナベルちゃんにお手手拭くのなんか可哀想になっちゃう。私の手なんか汚いもん。私みたいに汚い手で可愛いリナベルちゃんを汚すなんてことがあったら、もう無理かも、耐えれないかもしれない私。はい、次行きます。あ、次は一番欲しかったやつです。これがダントツ欲しかった。こちら、リーナベルちゃんのポーチでーす。もうやっぱポーチ欲しいよ。しかもいいサイズなの。ちょっとちっちゃめで。これは本当にすごい可愛い。これはね、もう即戦力。もうすぐ使う。すぐに自分のポーチにする。ただちょっとちっちゃめなので、私クッションファンデとか下地とかでかいからさ、これだと全部入らないんだよな。なんかお直し用かな？しっかりめのお直し用化粧ポーチとして使わせていただきます。はい、続きまして。まだまだ続きます、リーナベルちゃん。あと2個だ。あと2個です。続きまして、こちら。これもすごい可愛いなと思ってしまったんですけれども。これはさっきのトートバッグとかにつけて使えたらいいかなと思っていて。リーナベルちゃんのパスケースです。これは一番いいのはやっぱり、パークに行くのトートにパスケースもつけて行って、ここにさ、チケットとか入れといて、QR とか読み取れるようにしといて、みたいな感じにしようかな。追加とかも入れていって。これもね、可愛いんです。こんな感じで。中はもう、ポール&ジョーといえばの柄で。なんか、ちゃんと、すごい、リーナベルちゃんとポール&ジョーで。ね、ここのね、ちゃんと、ポール&ジョーも書いてあってね。もう、なんか、ずっと胸が痛い、さっきから。可愛さって、特に残酷。はい、最後です。最後ね、これ、エコバッグです。私、明日から海外に行くので、これ持っていく。やっぱ、エコバッグはね、海外に持っていっとくと本当に便利なので、もう、これのまま持っていきます。今、これ開いちゃったら、ちょっと、これもう一回畳むの私、下手くそだから、あれなんですけど、このサイズ感でリナベちゃんを持ち歩けるっていうのがもうすごく嬉しいですし、あと開いた時の柄もすごく可愛いの。開いた時の柄これ見て、ほら絶対可愛いですよね。ね、これはもう絶対に可愛いことが確定してますよねっていう。もう運営にちょっと文句言いたくなるぐらい可愛い。だって可愛すぎるもん。もうそんな感じで、今回このリーナベルちゃんかけるポール&ジョーのシリーズが私が一番欲しいシリーズでした。はい、次行きます。この辺はね、そうですね、新グッズですね。まずこちら。これがね、さっきのね、パッチンのシリーズと同じタイミングで出たやつなんですけれども、このリトルグリーンマンのカチューシャ。かわいい。しかも、これすごいいいのが、ここがビヨーンって取れるの。取れるっていうか引っ張れる。紐で繋がってるから取れはしないんだけど、ここだけが取れるので、ちょっとなんか、あ、食べちゃおうかなみたいな遊びもできます。はい。というわけで、カチューシャ付け替えました。かわいいこれ。
これすごいいいなと思うのが、でっかいカチューシャとか耳が大きいカチューシャとかって結構風に煽られちゃったりとか、なんかこう上下した時に重さがこっちにかかっちゃった時にカチューシャが取りやすかったりとかするんだけど、これはね結構軽めのやつが3つ、しかも長くないので安定性がすごい。これマジでディズニーよく行く人だったら分かってくれると思うんですけれども、カチューシャの安定性って結構大事で、なんかもっと派手ないっぱい装飾品とかついてるやつも可愛いんだけど、可愛い分やっぱりその分取れやすかったりとか、いい角度で安定してくれなかったりとかして、パークで遊ぶことよりもカチューシャがカチューシャがっていうことにちょっと気を取られちゃうのすごいもったいないじゃないですか。私結構それもったいないなって感じちゃうんですけれども、そうならないです。これは超安定性があるからめっちゃおすすめ。だからパーク初心者におすすめかもしれませんね。はい、次行きます。あ、次ね、この袋買っちゃった。これさ便利なんです、とっても。でっかいジャンボダッフィー&フレンズ袋、コストコの袋よりちょいでかいぐらいのサイズ感なので、もうコストコもいけちゃうし、意外とこれチャックで閉まるタイプになっているので、私、まあ、最近はさすがにしてないけど、昔実家帰る時とかにどうしても旅行行くカバンとかなくて、お金なくてでもなんか旅行行く時のカバンが必要、しかも結構荷物が多いぜっていう時にこれでチャックしてこうやって持って帰ってた過去とかがあります。これじゃないけどこのタイプのカバンっていうので、なんか思い入れもあってすごいね便利なんです。あと、まあ、グッズ収納とかするのにちょっと使えたりとかもするので、あと可愛いよね、なんといっても可愛いよね、この柄が、そもそもの柄がすごい可愛い。これ結構あると使えるので2個買わせていただきました。はい、続きました。あ、これも超可愛いの。これもね、最近発売された新しいカチューシャなんだけど、水色のキュッキラのキラが強いカチューシャ、スパンコールなんだけどね、スパンコール系のカチューシャってこれまでもたくさんあったんだけども、その中でもなんかキラキラのこのきらめきが強すぎるの、このカチューシャ。でもそのキラキラ感可愛いと思って即決しちゃいました。これからの時期さ、太陽がサンサンってなった時にキラキラキラ、多分これなると思うので、ほら超可愛い。いいよね、このなんかキラキラ感、キラキラっていうかもうギラキラみたいな、これぐらい光り輝きたいんですよ。私はカチューシャをかぶってる時は私は光り輝けると信じ、こちらを選ばせていただきました。はい、続きまして、これもめいっこちゃんにあげようと思って買ったやつです。カラフルチョコレート、ちょっとチョコレートでかぶっちゃったんだけど、これは今回のさ、ドナルドのパルパルーザのやつのお菓子です。このドナルドダックシティになっちゃったみたいなやつで、ドナルドがもうテンション上がって宇宙天になっちゃってる時のやつですね。とっても可愛いです。続きまして、これ家でね、私が化粧するとき用のメイクミラーにしようと思ってるんですが、ダッフィーちゃんのメイク鏡です。これかわいい、大きさもかわいい、この正方形の感じで、この感じもすごいかわいいし、しっかりね立てかけてできるタイプなので助かります、私としては非常に。でもそもそものこのなんか表紙のもうダフィちゃん超可愛い。何してるのこれ、なんか家でなんかコーヒー飲んだりとかクッション抱いたりとか、もうちょっと本読みながら寝ましょうみたいな感じで、なんか毛布と本を持って行ったりとか、いろんなことをしています。とっても可愛いですね、ありがとうございます。はい、続きまして、これはねもう今日から私と一緒に寝る子なんですけれども、かわいい抱き枕。これはもう本当に欲しかったけど買うか迷ってて、でもなんかわかんない、なんかもう今回ポール&ジョーのかけるリーナベリちゃんのコラボ結構高いんですよ。お値段多分この辺にどっかに表示してくれてると思うから大体の値段がわかると思うんですけれども、結構高くて、結構金額いっちゃって、なんかすごい気持ちが大きくなって、買ってしまえみたいな感じで買っちゃいました。ついにもうこのダッフィーちゃんの可愛いところといえば、もう本当にまずこの寝方ね、ポテッポチャポチャみたいな感じの、このパンパンのお尻とかパンパンのお腹とかも可愛いことなんですけれども、これを持ったまま寝ちゃってる感じも可愛いし、口開けて寝てんのやばくない？このちっちゃいピンクのお口がダーフィーちゃんのお口って思ったら、もうなんか愛しいとか思うし、しかもちゃんとなんかこれ何の意味をなしてるのみたいな感じのナイトキャップ一枚に被ってるのとかも超可愛い。なんであなたそのナイトキャップ必要みたいな感じで可愛いのと、抱き心地もやばい、もうファッファマシュマロみたいな。私マジでなんか最近なんでこんなに頻繁に抱き枕を買ってるかというと、寂しいんです。もう最近寂しいの、本当に寂しくて、なんか何かに抱きついて寝たくて、前動画とかでも言ってたけど、本当に辛い時は自分を抱きしめて、これは人肌体温と思いながら寝るんだけど、基本的には何かを抱きしめて寝たいから、ダッフィーちゃんに私の寂しさをぶつけようかなと思ってます。こんななんか穏やかな顔で寝てるのにごめんね、なんか病んでるアラサーのまがまがしい気持ちみたいなの吸い取らせることになっちゃうから申し訳ないんですけれども、ちょっとお願いします。ここから冒頭に言った私が実際に今まで友達にお土産であげて喜ばれたものをもう一回買ってきたので、それを紹介します。まず一つ目、これね前も紹介したから結構またかと思うかもしれないんですけども、カレーです。これレトルトカレーなんですけれども、これは本当に美味しいし、消耗品だから、なんかそのディズニーがめちゃくちゃ好きって
っていうわけじゃない方でも喜んでいただけるし、あとなんかテンション上がるんですよ。しかもちゃんとね、これ東京ディズニーシーのレストランカスパフードコートのメニューをイメージしたカレーでしたから、なんとなくやっぱそのディズニーシーのあの美味しいカレーの味に似てるので、ディズニー気分もしっかり味わえる。あとなんかそのね、あのジーニーっていうのもいいですよね。パッケージだけでも超可愛いみたいな感じでおすすめですっていう、このカレーレトルトカレーと、これはお姉ちゃんにあげてすごい喜んでもらえたやつなんですけれども、こちらふりかけです。可愛いミッキーのふりかけなんですけれども、中身もね、なんかミッキーっぽい形のやつが確か入ってたりとかして、すごい可愛いふりかけなんですよ。でこれがなんでお姉ちゃんに喜ばれたかというと、子供さんってすごい単純だし気持ちがまっすぐだから、今日はご飯食べないみたいな時とかも、あ、じゃあちょっとミッキーのふりかけちょっとだけかけてあげるみたいな感じで、ちょっとあの出してあげるだけですごいご飯食べてくれるようになるんですって。やっぱりあのお子さんがいる家庭とかファミリー層へのお土産にすごいいいのかなと思います。しかもこれ結構数入ってて、これ何パック入ってるんだろう、何個って書いてないんだけど、結構入っててこんな感じでパンパンに、で900円とかなので、まあふりかけって思ったら高いけど、ディズニーのお土産って思ったら結構まあ妥当な感じかなと思うのでおすすめです。続きまして、あ、これはめいっ子ちゃんにめっちゃ喜んでもらえたやつです。ていうかこれね、あのめいっ子ちゃんが買ってました。めいっ子ちゃんがこれ欲しいって買ってて、私が買ってあげたんですけども、それ買ってあげて超反応が良かったやつで、ペロペロキャンディーです。ミッキーの形のペロペロキャンディー、これね、すっごい喜んでた。赤、黄色、オレンジ、緑って4本入ってるのかな。で、こういうミッキーの形になってるから可愛いし、パッケージも可愛い。で、これね、360円なので、気軽に渡せるお土産としてすごいいいんじゃないかなっていう個人的なおすすめです。あ、あとそう、これね、これのに関しては逆に人からもらって嬉しかったやつなんですけれども、このラプンツェルのグミ。これグミなんです。で、しかもこれ普通にグミ自体がすごい美味しくて、いただいて、え、美味しいってなってすごいテンション上がって食べたグミです。これしかも、ランタンの形のグミなの。ちょっと見せた方がいいよね。まずさ、このパッケージも超可愛いじゃん。で、これ開けると、こんな感じで、素敵。ほら、ランタンになってるんです。ラプンツェルのさ、輝いているの時にこう上げるランタン。うちらみたいなラプンツェル世代、ラプンツェル好きっていう子にあげたらめっちゃ喜ぶと思う。そしてグミとしても本当にすごく美味しい。ピーチ味のグミです。あ、で、次で最後なんですけれども、これもまた買っちゃいました。これリピートです。今年発売されたやつなので、まだ買えるかどうかわかんないみたいなやつなんですけど、これ、シンプルにとっても可愛くてとっても美味しかったです。そしてこの、これが可愛いし、これが使いやすいっていうので、リピートしちゃいました。ビスケットですね、中身は。これ超可愛い。もうこのシリーズのやつが超可愛いです。これね、春限定のやつだから、ちょっと何月まで買えるかがちょっと私がわからないんですけれども、見かけたらぜひ買ってみてほしいです。あと、リーナベルちゃんが可愛い。はい、そんな感じで。ちょっとせっかくなので今まで買ってみて、よかったなっていうお土産も少し紹介してみました。でも私結構お菓子のお土産しか紹介してないね。その買ってよかったやつで言うと。まあ、あとは綿棒。綿棒マジおすすめ。もう綿棒ばっか言って申し訳ないけど、綿棒マジおすすめなのと、あとコロコロですね。コロコロって今売ってる？昔コロコロがよく売ってた時期にコロコロをあげたら結構喜ばれた。はい、そんな感じです。以上でーす。またね、ディズニーこの夏もきっと可愛いグッズがたくさん出ると思うので、私は新しいグッズが出るたびにおそらく散財してしまうのではないかなと自分では思っておりますが、いや、それでも負けずめげず一生懸命自分らしく私らしく日々を生きていき楽しく過ごそうと思っております。こちらからは以上です。ありがとうございました。2週間後、はい、というわけで、今回の企画はディズニーシーで買い放題企画です。わー、はい、すいません、ちょっとデジャブみたいな感じで申し訳ないんですけれども、前半でディズニーシーで開放大企画をしたんですけれども、後半もディズニーシーで開放大企画してきました。今回はディズニーシーの新エリアファンタジースプリングスのグッズがたくさん出ていたので、そちらを購入させていただきました。ただもうちょっと本当に最近買いすぎてるっていう自覚があるので、絶対これだけは欲しいみたいなやつを大選抜してめちゃくちゃ選んで買ったので、私の中では少なめです。なので、まあ動画一本にまとめちゃおうかなってことで今回行かせていただきます。いや、もう可愛いグッズがいっぱいだった。もうやめてほしいよ、本当に。もう一生お金を使ってしまう。マジで。というわけで開けていきます。今回も本当に可愛かった。今回はっていうか、もう今回もって感じですね、本当に。もう毎回毎回ちゃんと可愛いの出してくれるからさ。はい。では、紹介していきます。うわ、待って、もう開けた瞬間からワクワクして。なんか、思い出し泣きするかも。詳しくは本編見てください。なんかその、思い出も今加わって、また思い出し泣きするんじゃないかってからめちゃくちゃテンション上がってるんですけど。今一番最初に飛び込んできたのがまずこちらです。ラプンツェルのカチューシャ、かわいい。いや、マジ最初につけるのをアナ雪にするかラプンツェルにするかピーターパンにするかすごい悩んで、ティンカーベルとアナで最初は行かせていただいたんですけれど、次行くとき絶対ラプンツェルにしようと思って、もう先にラプンツェルの清掃を買いました。
めっちゃいいじゃんこれ。やっぱその全部好きな作品だからさ、すごいよね。なんかピーターパンはやっぱ子供の頃の思い出補正みたいなのもあって、余計になんかすごい感慨深いなみたいな気持ちになるし、アナ雪とラプンツェルは結構ディズニー映画の中でもかなり好きな方なので、ラプンツェルにおいては2番目に好きかな。プリンセスで言うと一番アリエルが好きだから、その次にラプンツェルが好きですね。テンション上がる。ちょっとお前は、あ、やばい、直視できないかも。かわいい、かわいい、無理。一回出していい、なんか。よし、いける。まずね、こちら。このファンタジースプリングスの袋。これはもう絶対欲しかったんです。かわいくないですか？これ超かわいいですよね。わかります。かわいい。てかもう、ワクワクする感じ。あ、ちなみにね、購入制限が設けられてて、一個ずつしか買えませんでした。一商品につき一個まで。みたいな感じだったので、このでっかい袋と、この中ぐらいの袋、2個いかせていただきました。これ、サムネ撮っとく？さっき。サムネにいいね、これね。え、なんか、反射してる？これ袋めっちゃ。はい、続きまして。ちょっと可愛いんですけど、こちら、バスタオルです。ワイドバスタオルって書いてるんですけど、本当にでかくて、あ、でかっ！え、でかっ！ちょっと待って、でかっ！通常のバスタオルのサイズ感じゃない。どうしよう、これ何に使おう？でっかっ！それです。すごい。あの、今回さ、オンラインでグッズ買ってるから、実物はまだ見てないっていうものもあるので、結構なんかはぁってグッズにも感動してる自分がいる。次はね、巾着ね。これどっちかにしようと思ったんだけど、どっちも買っちゃったよねっていうやつです。1個アナ雪巾着、かわいい、超かわいい。このなに、どうした？表もめちゃくちゃいいし、裏もね、可愛いんですよ。あなたさ、エルサがさ、持ってたなんか人形みたいなやつとかもあったりとかして、裏はめちゃアレンデールの街並みをデフォルテしましたみたいな感じがすごい可愛いです。完璧だよね。で、巾着っていうね、もう完璧だよ、もう。で、続きまして、もう一個買ったのがこのティンカーベルの、こちらも巾着で申し訳ないんですけれども、綺麗じゃない？なんか美しい感じ？世界観みたいな感じが、美しい感じがすごい素敵だし、あの裏側もね、ちゃんとティンカーがいます。可愛い。もうやめてほしい。なんかもういちいちこんな可愛くしないでほしい。なぜなら買ってしまうから、購入してしまうから、ちょっと本当に容赦してほしいなとか思ったりとかするんですけれどもね。で、このティンカーベルのビーチバギーみたいなあのアトラクションがあったんですけど、これもすごい楽しかったです。あの、お届け物しに行くんだけど、いろんなね、四季を楽しむみたいな感じで、春行って夏行って秋行って冬行ってみたいな感じの、その四季を冒険する感じもすごい素敵で楽しかったんですけれども、多分これがそのグッズなので、グッズでね、こう四季を表してますね。すごい素敵です。ありがとうございます。こんにちは、エミリンゴともつみです。いつもお世話になっておりますって感じです。かわいい。続きましてこちらですね。これからね、やっぱビリーブとかさ、場所取りに使いたいレジャーシート。レジャーシートは結構何種類か持ってるんだけど、その時の気分によって変えたりとかできるから、ファンタジースプリングスレジャーシートも欲しかったです。なんかもういいよね、このだけキャラクターがこう共存してる感じ。違う作品のキャラクターがこう一つの絵に共存してるっていう世界線が私はすごい好きなんですけれども、それまさにそういう感じで、あの、それぞれのね、住んでるネバーランドとアレンデールとコロナ王国ですね。もう素敵すぎ。シートの中にはミッキーもいる。こんな感じでいろんなキャラクターがたくさん載っているシートとなっております。素敵。これはなんかファンタジースプリングスのキャラクターだけじゃなくて、いろんなディズニーのキャラクターが載ってる。これはパーク内で使えるものなので嬉しい。続きましてこちらです。これめっちゃ可愛いんだけど、ラプンツェルのステーショナリーセットです。超可愛い。ノートとステッカーとジッパーバッグと付箋がついてます。まずね、ノート。うわ、ちょっか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 わいい。ノート可愛すぎるんだけど、ちょっと待って。あの、表がこれの裏がこれです。超可愛い。いいですよね。あの、ラプンツェルさ、まだ塔の中にいた時はさ、ずっとさ、絵を描いてたので、その時の感じがしてすごい素敵。中は自由帳みたいな感じなんだ。ちゃんとそうだね。え、絵だね。ノートっていうかもうスケッチブックだね、本当に。素敵。え、ねえ、スケッチブック。私、絵描くことないけど描きたくなるよ。だって、ラプンツェルがこんなに楽しそうに絵を描いてるんだもん。で、付箋ね。付箋も可愛い。付箋は、あの、パレットでパスカルになってます。で、これがそのジッパーバッグとステッカー。このジッパーバッグだけいっぱい欲しいんですけど、ダメですか？かわいい、このジップロックみ
これにね、ステッカーが入ってるんだと思われます。ステッカーがいっぱい入ってます。とっても可愛いです。マキシマス、マキシマスリンゴ食べてる、可愛い。あなたどのステッカー推しですか？3、4、5、5枚入ってました。全部可愛い。なんかもうお腹いっぱい。今日まだご飯食べてないのにお腹いっぱいっていう不思議な感覚。次いきます。次も可愛いんだよ。次もね、ラプンツェルです。ラプンツェルのポーチセットとなっております。やめてくれよ、もう私の HP はもうゼロだよ今。もう可愛さで、可愛いっていう一方的な攻撃をずっと受けてる感じ。もう無理だよこれ以上。1個目がね、こちらのね、シンプルな一番作りやすいサイズのポーチで、ウタラ側もこんな感じ。もう最高だよね。もうこんなポーチいくらあったっていいんだからっていう感じのやつ。もう1個はちょっとデカめで、それこそ旅行とかでね、アメニティとか求めるときに使えれそうな感じのポーチです。これがさっきのノートと同じ柄になりますね。超可愛いんですけど、しかしながらこれお絵描きしてるお絵描きんツェルが私好きすぎて、この絵が好きすぎる。どうしたらいい？この気持ち、この気持ちはなんだろうって感じ。この気持ちはなんだろう、目に見えないエネルギーのみたいな。わかる？合唱曲。一時期この合唱曲うちの学校でめっちゃ人気だったんだけど。裏も可愛い。もうラプンツェルって感じの世界観で、もうラプンツェルがラプンツェルしすぎてて、もうこちらの心もラプンツェルっていう感じになっちゃうよねみたいな感じで、すごいなんかその共感性周知ならぬ共感性ハッピーみたいな、なんかラプンツェルが幸せそうで私も幸せみたいな共感性幸せがすごい今。あ、で続きましてこちら、またもやラプンツェルからなんですけれども、これは即決でしたね。今回一番の即決かもしれません。こちらデコレーションマグネット、可愛くない？超可愛くない？この例のいいところは、あえてこのデコレーションマグネットの中にラプンツェルがいないということ。でもこれを見ただけで一瞬でラプンツェルってわかるラインナップ。素晴らしい。パスカルと、あとこのフリーンライダーのね、手配書と、ランタンフェスティバルの看板みたいなやつと、醜いアヒルの子の、あの、お店ですね。私にも、夢があるの、あの、名曲生まれたご飯屋さんです。続きまして、お菓子のお土産ですね。こちらおせんべい&米粉スナックのお菓子なんですけれども、ちょっとパッケージが可愛すぎませんか？紙のやつなんですけれども、上がなんか透明なプラスチックになってて、その中にこのシャカシャカ、このシャカシャカがめっちゃ可愛いし、もうシュッと待ってくれよって感じです。あまりにも可愛すぎるだろうって感じで、結構しんどいかもしれない。でもこれめいっこちゃんにお土産であげたいから、ちょっと開けるのをやめようかな。おせんべいの中身気になるけど、これなんかいいよね。今後小物入れとしても使えるし、なんか宝物箱になるよね。アクセサリーボックスとかにしたいよね。わかるわかる。あ、そうだ、これファンタジースプリングスの、こっち普通のタオルですね。バスタオルとタオルを買いました。絵柄が違ったので、あ、でもタオルもちょっとなんか普通よりややデカめな気がする。可愛いタオルですこと。あ、ディズニーって感じ。私たちはこういうディズニーが大好きなんですよっていう感じのディズニーだし、ファンタジアのミッキーいる。あ、ディズニーっぽいなって思うやつあるよね。じゃあディズニーっぽさとは何かって言われて言語化してくださいって言われたら難しいんだけど、これとかなんかめっちゃうわディズニーっぽいなって感じじゃない？このパッと見からしても、あ、ディズニーっぽいなって思う。こういうなんかディズニーらしいものってやっぱいいですね。テンション上がる。家に置いておきたいと思うし、日頃から使いたいと思うし、毎日眺めたいと思う。目に優しい。マジ本当、あの、緑って感じ。緑って目に優しいよねみたいな感じで、ディズニーって目に優しいから、多分私はこれを見ながら毎日を過ごすことによって視力ちょっと回復すると思う。はい、次いきます。これは今までありそうでなかったんですけれども、バスボールです。これさ、多分だけどディズニーリゾートでバスボール私見たことないから、初の試みなんじゃないかなって勝手に思っているんですが、何が出るかお楽しみみたいな感じなんだけど、ボックスを買ったら確実に全部揃うよっていうありがたいシステムなので購入させていただきました。どれが出ても当たりじゃない？全部可愛すぎるんだけど。で、このファンタジースプリングス限定のね、この感じもすごい嬉しい。ちょっと開けてみていい？いや、これはね、自分も使いたいけど、めっこにもあげたいな。めっこ絶対喜ぶな、これ。可愛い。スプリングスバスボールですよ。かわいい。幸せな気持ちになるくない？フローラルの香りですって。これが4個入ってます。これ何だったっけ？ちょっとこれが何か開けてみていいですか？見たら思い出すはず。これ買ったんだ。そうだ、これ悩んで買ったんだ。スープタラみたいな感じだと思うんですけれども、ティンカーベルのかわいい食器でございます。これめっちゃ可愛いの。ティンカーベルが一緒にこう四季を巡ってるみたいな感じなのかな。それこそアトラクションみたいな。これは結構一目惚れでね、ちょっと悩んだけど買っちゃいました。なんかちょっとしたスープとか、ちょっとした汁物とか入れる時に使えそうなサイズ感です。幸せな気持ちになりますね。見ているだけで幸せな気持ちにさせてくるの本当にやめてほしい。もう幸せになっちゃうんで、こっちもなんか本当に辛くなっちゃうからね、こちらもね。はい、ありがとうございます。
次行きましょうか。これ超素敵だなと思って、さっきさラプンツェルのスケッチブックがあったんですが、そのスケッチブックに何で描くのって言ったら、なんか素敵なカラーペンがあるといいですよねってことで、カラーペン10本入りで、しかもこれすごいのが、ケースだけラプンツェルなのかなと思いきや、ちゃんとペン一本一本に違うラプンツェルのあれが印字されてるんですよ。可愛すぎない？こんなことあっていいの？そう、こんな感じでそれぞれにね、ちゃんと可愛い絵が印刷されてます。豪華ペン、これはやばいと思った。ちょっと正直これはもう本当にちょっとお絵描きするわ。私お絵描きするかな、お絵描き本当にするかちょっと自信ないけど、お絵描きしたいなと思いました。ラプンツェルのおかげで創作意欲みたいなのが湧いてきたから、漫画描こうかな、久しぶりに。少女漫画今ね、もう描きたい少女漫画1個明確になるんだよな。これ使って描こうかな、ペンで色付きにしようかな今回。これでファンタジースプリングスのグッズは全部紹介したんじゃないでしょうか。あとは普通に欲しかったやつを何個か買いました。まず一つ目がこちら。これね、今までなかったんだよね、トイストーリーのふりかけ。ふりかけは本当にめっこちゃんにあげたらマジでめっこちゃん喜んでくれるから、定期的に私ディズニーのお土産のふりかけあげるんだけど、これ初めて見たので、トイストーリーめっこちゃん大好きだから喜ぶだろうなと思って。ふりかけって子供本当に好きだよね。卵、おかか、鮭が入ってます。30袋も入ってるって。それぞれが10袋ずつ入ってて30袋入ってる。これお土産で喜ばれそうだよね。ちょ、中身見てみたいけど、これはめっこちゃんにあげたいから、この隙間から見てもらうと全部色とキャラクターが違う感じっぽくて可愛いです。で、あとこれね、これマジで可愛い、キッチンタイマーです。スペースマウンテンの実際にね、アトラクションの待ち時間としてついてるやつのデザインのキッチンタイマーということで、これはお姉ちゃんからどうしてもこれが欲しいからさ、ちょっとお使いを頼んでもいいって聞かれて買いました。私自分用は自分用で別で買ってるので、これお姉ちゃん用です。これはもうね、ディズニーランド好きな人だったら絶対欲しくなる一品だと思う。この待ち時間がさ、あと何分待ちっていうのがそのままキッチンタイマーになってるっていう、このアイデアが素晴らしい。もう本当にオリエンタルランドのその商品開発部の方なのか、もう誰なのか分かんないけど、本当に素晴らしいアイデアを思いついていただきました。ありがとうございますっていう感じです。で、これだね。これお茶です。新しいの出てた。ディズニーのさ、お茶何回か買ったことあって全部すごい美味しいんだけど、今回なんか新しいパッケージの日本茶セットが出てて、ほうじ茶と、抹茶入り煎茶なので、日本人ならみんなが好きなお茶をディズニーのこのパッケージで飲めるっていうのがすごい素晴らしいなと思って買わせていただきました。しかもティーバッグなので一人暮らしだとすごいありがたいです。で、続きまして、これね、そんな最近出たやつじゃないんだけど、前々から出てたディズニーのパジャマです。こんな感じ、長袖で長ズボン。このパジャマでさ、家いたらハッピーな気持ちになりそうだよねみたいな感じのパジャマです。これなんか前買おうと思ってやめたんじゃなかったかな。で、なんか今久しぶりにオンライン見たらちゃんとあったから、あ、ちゃんと買おうと思ってなんか買っちゃいました。ハッピーパジャマ、イエーイ。で、最後です。最後がこれもね、前々からね、欲しいな欲しいなと思ってたんだけれども、買えてなかったミッキーのパンケーキが作れるやつ。これ私前ミッキーのワッフルが作れるやつを買ったんだけど、それがね、すっごい楽しくて、今実家に置いてるんだけど、実家に帰った時にホットケーキミックスでそれで焼いてめっこちゃんたちと遊んだら、めっこちゃんたちも大喜びだし、大人もなんか楽しいみたいな感じですごいテンション上がったから、今回パンケーキバージョンもついに買っちゃいました。これはもうすぐに作ろうと思います。お家で直ちに。はい、以上です。というわけで今度こそ今回の動画は終わりです。ありがとうございました。